私の胃袋、頑張れ、頑張れ、入れ、胃袋。かきくけコッティ。あんたあんた、イエイカティです。はい、みなさまこんにちは。今日は一体何を食べるのかと言いました。ドゥルン、ドゥルン、ドゥルン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 。ゴジラです。はい、ということで今日はゴジラを食べていこうと思います。ゴジラマックですね。初めて頼んでみました。私結構偏食でして、同じものをいっぱい食べるんですよね。ちなみにマクド買う前に食べようと思ってた昼ご飯はこれです。なめこと納豆巻き。私こちらエブリデイ毎日食べております。皆様私になりたければ毎日これを食べてください。なめこと納豆巻きです。そしてですね、私、皆さんお気づきになりましたか？なんか気づいたよって人いたら挙手してください。あ、いない。何かって言ったら、美味しそう。ごめんなさい。何かって言ったらね、私正月太りしました。で、今さこう見てるあんたたち、え、何言ってんのこいつ、ふざけんなよってそう思ってるかもしれません。だから私エステに行ってきました。で、今ダウンタイム中です。エステと整体ですね、行ってきました。整形怖いけどなんか変えたいなって子は行った方がいいと思います。まあなんか自分でさ、スキンケアとかこういうマッサージとかがエブリデイできるからさ、それが一番大事とか言うんやけども、でもさ、やる？あんたたち家でマッサージ毎日エブリデイ欠かさずやる？やらないでしょ。やらないのよ。そんなちょこっとじゃ変われまへん。正月太りしたこの私のフェイス、自分の力ではどうにもならないなということに気づきまして、欲を言えば整形したかったんですけれども、あんまり勇気もなかったのでエステと整体に行ってきました。いやー、おいしい。でもさ、結構シュッとしたくない？今本当にノーマル、何もしてないすっぴんなんですけれども、カラコンだけ入ってますけれども、結構肌綺麗だね。かかちょっとニキビあるんですけれども、これはちょっとホルモンのバランスですね、崩れました。しかもほんでさ、こう分かります？この顎のこのライン、このラインが出たんです。もう私正月太りしてここのラインがなくなってたんです。言ってくださいみんな。あ、ちょっと冷めてる。ちょっとサムネ撮るわ。チャンネル登録してね。ちょっとこれ食べてもいい？どんな味なんだろう。うちさ、この世で一番好きなの、テリヤキマックバーガーなの。もうテリヤキバーガーしか頼まないんですよね。え、でもさ、見て、テリヤキが2枚入ってますね。ありがたいです。嬉しいです。ありがとうございます。いただきまーす。うん。うん。うん。めっちゃ美味しい。なんて言うんですか？普通のテリヤキマック。2倍って感じですね。ちょっと一回食べていいですか？食べながら喋るっていうのができないで、特にお腹空いてる時、一回黙ってもらっていいですか？ごめんなさい、一回黙ってもらって。うん。Nope。ごめんなさい、お行儀悪かったですか今の。でもさ、私いつもこのスタイルなのよね。こう左手ハンバーガー、右手にポテト、口で飲み物じゃないとスピードの命なので、私のお腹って。申し訳ないですけど、早く食べないと食べれなくなっちゃうので、ちょっと食べますね。あー、美味しい。一つ言っていいですか？でかいこれ。ちょっと食べれないかもしれない。やばい、マジ急がないと本当にお腹いっぱいになる。ちょっと今から早食いしますね。行きます。やばい、お腹いっぱい。やばい、うち最初さ、これ全種類頼もうと思ってたの。よかった。
だけ。やばい、あ、最悪、尻から出た。苦しい。あのさ、うちいつもさ、朝最後の一口っていうのが食べれないよね。わかる、それ食べれなくなるタイプの人間いる？この中に。今それ苦しい。あのさ、何をやったのか後で話すって言っててさ、全然話さんやんこいつって思ってる。うちの子もでも早く食べないと本当にお腹いっぱいになる。頑張る、頑張れ、私の胃袋、頑張れ頑張れ、入れ胃袋。口からガスを放出しました。いただきます。3、2、1。あのさ、飲み込めない。ちょっと待ってね。こんな苦しいんでさ、マグロ食べないといけないの。ポテトはちょっとだけなんで、ゆっくり喋りながら食べていきますね。まずは朝に小顔矯正ですね。このフェイスラインをこうゴリゴリしてもらったのと、歯の食いしばりがあるっていうことで、ここのこめかみの整体と、あと全身のアロマセラピスト、アロマなんとかに行ってきました。ちょっと待って、ゴジラがうちの食堂登ってきてる、やばいやばい。次に行ったのがハーブですね。怪しいやつじゃないです。あの脱法ハーブとかそういうのを別にしてたわけじゃなくて、 0.1g 塗りました。普通に美容効果のあるハーブをお肌に塗りました。そしたらバーよ、もう塗ってもらってる時から本当に顔面を砂利に押し付けてるみたいなでも全然耐えれる、慣れては来たんですけど、やっぱりね、痛いとこは痛いんですけど、それをしてきました。じゃあこうなりました。結構すっきりしたくないですか？私の前の顔、まあ多分 TikTok に載せてる動画が結構リアルタイムで発信してるんで、あの正月の動画、それを見てもらうと顔が多分違うと思います。見比べて帰ってきてコメントに本当だったら本当だったって書いてください、お願いしますで、今いきますよ、触りますよ。本当に痛いの。まだ今の痛みで言うたら、細い剣山を顔に刺してるみたいな感じ。今日一日は痛いらしいです。でもさ、正規よりマシじゃない？痛さのレベルで言ったら。だって針刺すんだよ本当の。これ針刺さってるみたいだからね。みたいと刺すは違うでしょ全然にもし整形はしたくないけど、なんか自分の顔変えたいな、でも何していいか分かんないから、とりあえずお家でホームケアでもしとこうみたいな感じだったら、一回行ってみてもいいんじゃないかなって思う。初回巡りしてもいいと思う。おすすめします。何の動画これポテト全部食べたらちょっととりあえず終わりますね。あは、よくさ、私のモッパンしてる動画あるじゃないですか。あれ、本当に食べてんの？食べないんだったらこんなに出さなかったらいいんじゃないの？そういうコメントがね、たくさん見られるんです。サファリでなんか質問ボックスみたいなのあったりする、なんかヤフー先生みたいな、それにも問われてました。私、かけかけコッティちゃんっていつも食べないですよねみたいな。食べないですよ僕系でもないしさ、あんな量食べれるわけないじゃん。普通にその後食べてるよ。でもさ、やっぱり映るところにはさ、食べてないなこいつって終わるからさ、食べきってるよみたいな動画を撮ってもいいんじゃないかなって思ってる所存でございます。本当にその後日食べている私の姿をね。あとラスト1個いただきます。はい、ごちそうさまでした。ということで、今日も動画を見てくれてありがとう。来週も見てね。高評価、チャンネル登録、コメントを毎日読んでるので、コメントもお願いします。ゴジラは怪獣。1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.